朱記、朱記、1130年10月18日、慶應4年9月15日から1200年4月23日、慶應6年3月9日は、中国南宋の儒学者。字は、元合森、または、中合森。号は、坪森安、坪森沖菜、雲国老人、総州病宋、と沖名など。また別号として、考えて、仕様がある。 送り縄文庫、と損傷される。祖籍は、九十元見現在の厚生症状に押し、元剣。南県州有形剣、現在の福建省三名市有形剣に生まれ、県用、現在の福建省南平市県用区の考えてにて没した。儒教の精神、本質を明らかにして体系化を図った儒教の中高者であり、新儒教の趣子学の創始者である。 主岐の祖先は五代十国時代に、呉に仕えた朱、主海で、元、武元、現在の構成症状に応し、弦剣の守備に当たったことからこの地に席を置くようになったという。その八世の子孫が、主岐の父、朱末1九9 7年から1143年である。朱末は、朱邦夷、帝光、古道と外らの流れを組む、同学の学徒であり、 1123年、千は5年より任官して、県上、県の治安維持を司るに任命されていた。1127年、県縁元年に成功の変が起き、北総が滅んで、南総が成立した後の1128年、県縁2年に、南県州有形県、現在の福建省三名市有形県の県上に任命されるが、翌年に辞職して、 有のの知人のに身を寄せた。1130年、県へに四年、この有形県にて、主記が生まれる。その後、週末は、南宋の朝廷に入り、国士編さんの仕事に就くが、最初、新海の金に対する講和策に反対して、中央を追い出されている。1140年、昭和十年に、州知事に任命されるが、これを辞退して、 士官の職を希望して認められ、以後は学問に専念して、1143年、昭光13年に47歳で死去した。父と同じく学問の道に入った主記は、9歳にして、孟子を読破し、病床の父から論語を学んでいた。父が病死した後は、父の遺言により、古兼、竜務の竜子の三者に指示するようになる。 1148年、昭光18年、19歳の時に過挙に合格。この時の席次は合格者330人中278番だった。この頃は、構想の信頼を受けた新海が牽制を振るっており、新海は、金との講話に反対する者を弾圧していた。過挙にも、その影響が出ており、講話に反対するような答案を提出した者は、点が低くなった。 手記が低い石字であるのにはそうした理由があると考えられている。1151年、昭二21年、手記は、さっすむいさおという会館、感触の上下を表すものを与えられ、先週同安県、現在の福建省甘石同安区の守護、長母係に任官された。この任官途中で、父の同門であったり、李延平と出会い、その教えを受けている。それまで手記は、 儒学と共に、禅宗も学んでいたのだが、李延平の禅宗批判を聞いてその考えに同調し、以後は禅宗を捨てて、儒学だけを志すようになる。1156年、昭二26年には、主母の任期である三年を過ぎたが、公認がやってこないのでもう一年だけ務め、それでも公認がやってこないために自ら辞している。1百六十年、昭光三十年、記は、 父親と同じように主観に任命されることを希望し、それが認められると、李延平の下で学問に励むようになった。李延平は主岐に同学の神髄を伝授し、主岐も李延平の教えを次々と吸収したので、やがて李延平に自分の後継者は主岐しかいないと認められるまでになった。1162年、昭光32年に皇宗は退位し、皇宗の知性となる。 手記は構想により、武学博士、兵法書や、武芸の教授への就任を命じられるが、これを辞退して、士官を続けられるように望み、地元の数案県に戻った。手記と朝廷はその後もこうしたやりとりを何度も繰り返している。1170年、剣道六年には、数案県に車窓を設け、難民の救済に当たった。王安石の青苗法方を参考にしたと思われる。 車窓とは収穫物を一時そこに保存しておき、葉坂帰や凶作などで農民が急防した時に、定理で貸し付けるというものである。こうした貸し付けは、地主も行っていたが、利率が十割にも及ぶ過酷なものであり、これが原因で没落してしまう農民も少なくなかった。1175年、厚し広し二年、旅祖県の誘いで、陸昌山と会談、ガコの会。 互いの学説の違いを再認識して終わった。直陸商山の死に際して主記は惜しいことに国史を死なせたと申しの論的になぞらえてその死を悼んでいる。1179年、厚志博士6年からは、南安氏軍、厚生省。軍は、州のもと、県の上の行政単位の知事となる。この地において主記は自ら教弁をとって、 民衆の中の高学心のある者に教育を授け、体操によって作られた、ロザ山の白六道書院を復興させた。また、税制の実態を見直して、減税を行うように朝廷に根上している。さらに1180年、厚紙広七7年には、強作がひどかったので、主動、地主層、主顧客個性を参照に、食料の教室を命じ、貧民に、これを分け与えさせた。 もし教室を拒んで食料の余剰を隠した場合には、厳罰に処すると明言し、受け取った側が後に教室分を返還できない場合は、役所から返還すると約束した。この施策により、共作にもかかわらず、他地域へ逃げる農民はいなかったという。しかし主規は、このように精力的に政治を行った一方で、何度も知事の任命を辞退し、着任してからも、 自分自身に対する弾劾を出して、悲鳴と元の主観の地位を求めている。1181年、厚氏し広し八年、南安志軍での手案を認められた主記は、日下巨量領説路常平茶寺屋寺に任命される。ここで主記は、積極的に官僚に対する弾劾を行った。中でも1182年、厚氏し広し九年七月から始まる、地大衆、大衆の知事。 大衆の地所は、現在の石膏省大衆司林開始の党中もに、対する弾劾は激しく、6回に及ぶ上層を行っており、その内容も非常に詳細であった。しかしそれに対する朝廷の反応は冷たかった。これは手記を指示した官僚たちによる礼遇と見ることも、できるが、手記のこの断崖が、当時の状況と照らし合わせて妥当であったかどうかも疑問視されている。 手記の弾劾文で指摘されている、東中友の悪行が事実だとしても、当時の次第部階級の官僚の中で東中友だけが飛び抜けて悪辣であったのかどうかは疑わしい。手記がなぜ東中友だけをこれほど必要に弾劾したのかは不明である。結局、東中友は構想によって軽い罪に問われただけであった。これに不満を持ったのか 主岐はその後の何度かの朝廷からの召し出しを断り、かねてからの希望通り士官に任ぜられて、学問に専念よ用になった。1189年、厚紙広十16年、高僧が退位してその後、高僧が即位するが、暗愚であったため、1194年、正期5年の高僧の死後、長男児、具と、漢、カブトラが協力して、高僧を退院させた。 構想の後に、ネイタカ氏が即位すると、長男寺具の与党だった主記は、調査の知事から、政治顧問、干渉閣町政権事項に抜擢された。しかし功労者となった菅ンカブトと長男寺具が、対立し、長男寺具が失脚すると、主記も罷免されてしまい、わずか40日余り中央に出資しただけに終わった。その後の正解では、菅ンカブトが、独裁的な権限を握る。 1196年、軽減2年、権力をより強固にするため、漢、カブトラは、手記の趣旨学に反対する一派を抱き込んで、偽学の金、軽減の闘金と呼ばれる圧を始めた。手記はそれまでの感触をすべて剥奪され、著書もすべて白金とされてしまった。そして1200年、軽減6年、そうした、不遇の中で手記は71歳の生涯を閉じたので、ある。 論語、孟子、大学と、中央、来期の一辺から独立させたものの、いわゆる、四書に注釈を施した。これは後に、科挙の科目となった四書の教科書とされて、権威的な書物とな。これ以降、科挙の科目は、四書一教となり、四書が五教よりも重視されるようになった。主記はそれまで、バラバラに学説や書物が出され矛盾を含んでいた、受教を、 ほどいによる、生息理説、生、人間のもって生まれた本性がすなわち理であるとする、仏教思想の論理体系性、道教の無極及び、禅宗の座禅への批判とそれと異なる生座、生座という行法を持ち込み、道徳を含んだ壮大な思想にまとめた。そこでは、自己と、社会、自己と宇宙は、理という普遍的原理を通して結ばれ、 理への回復を通して、社会秩序は保たれるとした。なお、主記の言う、理とは、理とは、刑事上のもの、気は、刑事家のものであって、全く別の二物であるが、互いに単独で存在することができず、両者は、不理不雑の関係であるとする。また、気が、運動性を持ち、理はその規範、法則であり、気の運動に秩序を与えるとする。この理を究明することを、 九リと呼んだ。主規の学風は、できるだけ多くの知識を仕入れ、主者選択して体系化するというものであり、極めて理論的であったため、後に、非実践的、非独創的と批判された。しかし、儒教を初めて体系化した功績は大きく、タイム氏の2000年の偉人では、数少ない東洋の偉人の一人として評価されている。朱子学は、身分制度の尊重。 君主権の重要性を説いており、民によって、行法を除く学問部分が国境と定められた。現代に編纂された、宗詩には、詩子学者のつてを、同学伝としてそれ以外の儒学の、樹林伝とは別に立てている。13世紀には朝鮮に伝わり、朝鮮王朝の国家の統治理念として用いられる。朝鮮はそれまでの駒の国教であった仏教を廃止。 朱子学を唯一の学問、漢学とした。日本においても、中近世ことに、江戸期に、その社会の支配における、道徳の規範としての儒学の中でも特に、朱子学に重きが置かれたため、後世にも影響を残している。七十余べ、四百六十余巻あるとされる。なお、弟子がまとめた、文道録、朱子五類が存在する。朱子は小欲氏が兄長じた。 その書は、高い見識と技法を持ち、品格を備えている。広本や石徳などの小技は、側筆で精神な味わいがあり、大技には、骨力がある。民の当衆儀は、聖書と行書を良くし、大技が最も巧みというのが、書家の表である。書士会用と記している。古来、書旨の小技は、大安石の書に似ていると言われる。これは父、終末が、 王安石の書を好み、その新筆を所蔵して臨書していたことによる。その王安石の書は、極端に請求な字で、日の短い秋の暮れに収穫に忙しくて、人に会ってもろくろく挨拶もしないような字だ。と形容されるが、趣旨の論語失中残酷も実に忙しく、何かに追いかけられながら書いたような字である。よって、王安石の書に対する批評が、ほとんどそのまま、 種子の書に当てはまる場合ある。漢が応用を治に与えた書長に種子が次のような罰を記している。漢の書は常に単元であり、これは漢の教授が落ち着いているからだと思う。書は人の特性がそのまま現れるものであるから、自分もこれについては大いに反省させられる。主位種子大前菅84罰慣行与応用踏みただ校長種子は 自分の字が請求でダメだと言いるが、字の忙しいのは筆の動きよりも頭の働きの方が早いということであり、それだけ着想が早く、病想に豊富だったとも言える。趣子は少年の頃、すでに漢、儀、進むの書に遡り、特に曹操と王儀師を学んだ。趣子は漢儀の解放の転足は、 東代で各人が事故の個性を示そうとしたことにより廃れてしまったが、それでも、まだ当代の最上まではその転職を守っていた。しかし、その後の創職、皇帝権、米仏の本邦通会な書は、確かに良いところもあるが、結局それは変態の書だ。主位という。また、趣旨は書に巧みを求めず、出力至れば、地味な良し、と論じている。これは、 甲骨の正論を貫く彼の学問的態度から来ていると考えられる。種子の親戚はかなり伝尊し、接骨に至っては相当な数がある。劉州新党費、石徳編集文字長、論語失中残考などが知られる。劉州新党費、劉州新党費、全名は、総工上議大部、三木遊郭町製造商風流行新党費の、憲竹は1179年。 厚氏広史六年で、趣旨の先書である。書体はやや行書に近い恩恵端正な会書で、各八十四字、十六行あり、品格型各金言な学者の風習が現れている。天学は、長の書で、石文の全名の二十一字が七行に刻されている。長は、優れた総学の思想家で、趣旨とも信仰があり、互いに啓発するところがあった人物である。 西文は、福建省部山市の蟹港にある、竜州の墓所に現存する。拓本は縦210センチメートル、横105センチメートルで、京都大学人文科学研究所に所蔵され、この拓本では、真滅が少ない。竜州、竜州、1097年から1146年は、軍略家。字は彦、収む、州は意味な。気遊閣町政に至り、没後には、 将風を追造された。劉州の父は、成功の変に準摂した、優勝、劉、劉高で、劉州のこの劉、劉京は未不動の大学士になった人物である。また、劉州は、主子の父、朱松の友人であり、朱子の恩人でもある。朱松は朱子が十四歳の時他界しているが、朱子は、父の遺言によって、母と共に、劉州を頼って、保護を受けている。 竜が1178年、厚式五年病に侵されるに及び、父の三十三回期が過ぎても立費できぬことを遺憾と、し、趣旨に千文を乞う遺書を書いた。趣旨は、恩人の石組の戦書に力を込めたことが、想像される。石徳編集も辞場。石徳、編集も、んじは、行書体で書かれた、趣旨の石徳で、1172年、剣道八年頃、 小山に今日映した友人に対する返信である。内容は、著書、史実願項目の編集が進行中で、秋か冬には、聖書が終わるであろう。主意と記している。王義師の乱定所の書法が見られ、当時、新人の風がある。と評された。資本で、縦33.5センチメートル。現在、本庁を含めた、趣旨の三種の石徳が合わせそうされ、 総書籍特巻一巻として、東京国立博物館に収蔵されている。論語失中残稿。論語ゴ中残稿は、著書、論語失中の総稿の一部分で1177年、厚式四年頃に書したものとされる。書体は、競争体で即筆であるが、教養の深さが滲み出た筆致との表がある。一時、長尾うざんが増していたが、現在は、 京都国立博物館像。資本で縦25.9センチメートル。主記は、主塾、主や、主材の密語があり、彦である、主戦は、南宋の管理学士、太志学士、秘書各自科学士の重臣を歴任するが、後来に亡命して、朝鮮の士族新安守氏の子祖となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。